第一次ロト戦争は、1768年から1774年にかけて、ロシア帝国とオスマン帝国との間で行われた戦争である。1768年に起きたコリーノランの反乱軍の一部は、オスマン帝国が支配したバルタ朝にも攻め入ったため、オスマン帝国はロシア帝国に宣戦線し、新たなロト戦争が勃発した。 ポーランド制圧を終えたアレクサンドル・スボーロフはこの方面に派遣され、1773年4月17日、アストラハン不評連隊とコサック騎兵連隊の指揮を引き継いだ。スボーロフの部隊はサルティコフ中将の第一軍の霊下に置かれ、全軍の右翼についた。1773年6月28日、スボーロフは、 ドナウ川近郊に築かれたオスマン軍や英知を奇襲して勝利した。オスマン軍はドナウ川を越えて撤退し、ロシアはルーマニアを制してトルコ侵攻の共闘法を築いた。1774年4月、スボーロフはバルカン半島に侵攻し、6月20日、コズルドジで8000名の軍で4万名のオスマン軍を撃破した。これは、 オスマン帝国にとって決定的な打撃となった。ヒュチュクカイナルジ条約赤がロシア帝国領、緑がオスマン帝国領、赤と緑のストライプはオスマンからロシアへ割上された。領土、黄色と緑のストライプはクリミア半国の領域6月21日、ヒュチュクカイナルジ条約が締結され、ロシアはオスマン帝国から多数の利益を引き出した。 1775年にロシア帝国によってザポロージャの市地が破壊され滅亡したクリミア半領とザポロージャ領は合併させられてノボロシアに改名させられた上で1783年にはロシア帝国に併合されたロシア帝国はさらにロト戦争を起こして南下政策を推進したありがとうございます